ウェブリー・フォスベリー・セルフ・コッキング・オートマチック・リボルバーとは、イギリスで開発された、反動利用式の自動回転式拳銃である。ジョージ・フォスベリー・チューが設計し、ウェブリースコット社が1901年から1915年まで生産した。その機構から、シリンダーの側面に特徴的な溝が掘られており、これが、本銃の外見上の特徴となっている。 得意な機構には問題点も多く、軍用としても民間用としても販売実績は低調であった。コレクター市場への流通もごくわずかなため、現代では1万ドル以上で取引される貴重品となっている。ホスベリー中佐がこの自動回転式拳銃を考案したのは自動式拳銃の普及が始まった頃のことであった。ホスベリーの設計案は、 コッキングとシリンダーの回転を一連の動作として行い、また動作の折にシリンダーと重心がフレームごと交代するというもので、最初の試作品はアメリカ製コルトシングルアクションアーミーを改造したものであった。ホズベリーは1895年8月16日にこの設計に関する特許を取得し、1896年の6月と10月には改良を加えた設計について、 改めて特許を取得している。ホスベリーは、この設計を、当時のイギリスにおける、民生用および、軍用拳銃を手だった、バーミンガムの B、ウェブリーサン社に持ち込んだ。同社は後に、W.C. スコットサンズ社およびリチャード・エリースサンと合併し、ウェブリースコットと社名を改めている。ウェブリー社では、ホスベリーの設計を、さらに改良し、 1900年6月にビズリーで行われたトライアルにて、ウェブリー・ホスベリー・オートマチック・リボルバーとして初めて出展した。455口径サーフ2弾当初、使用弾はイギリスの環球拳銃弾である455弾を採用していたが、後に 38ACP 弾モデルも設計された。455口径モデルは従来の回転式拳銃と同様の 連発だったが、38口径モデルは8連発で、装填にフルムーンクリップを使うこともできた。また、38口径モデルはシリンダーが短く、それに伴い反動によるフレームの交代距離も短かった。455口径モデルの中にも短いフレームを用いて組み上げられたものがあった。マーク I から6までの派生型があった。シリンダーの回転を トリガー機構と切り離していたため、ストロークの短いシングルアクションで連射ができることから、安定した射撃を素早く行うことが可能であり、民生市場でもターゲットシューティング等のスポーツ射撃用の拳銃として人気があった。著名な射撃競技選手、ウォルター・ワイナンズもウェブリー・フォスベリーを愛用していたことで知られる。彼は1902年の射撃会でもウェブリー・フォスベリーを使い、 7秒間のうちに12パッススの距離から2インチの的に6発を命中させたという。また、スピードローダーを用いた射撃ではおよそ15秒間で3インチの的に12発を命中させたという。ウェブリー・ホスベリーには7.5インチ、6インチ、4インチの重心が用意されていたほか、オーダーメイドも可能だった。同じく、オーダーメイドでメトフォード式として知られる。 ライフリングを施すことも可能だった。ターゲット射撃用の22口径アダプタもオプションとして用意されていた。ウェブリー社ではこの銃を、機兵用の理想的な拳銃だと考えていたものの、政府機関による公的な採用は行われなかった。ウェブリー4スベリーは、全長が11インチ以上、重量は銃のみでも44オンスと、当時の基準で見ても非常に大型の拳銃であり、 扱いづらいと考えられたためである。防和戦争及び第一次世界大戦では前線の英軍士官らが私物として持ち込んだウェブリーホスベリーの455口径モデルを使用した例が少数報告されている。これによれば精密な部品と複雑な機構により構成される反動利用機構は泥や雨の影響による作動不良を受けやすく、 戦地では使いづらかったという。また、コッキング方法も問題点として報告されている。通常の回転式拳銃のコッキングは銃を保持した、まま親指で撃鉄を起こすだけで良いが、ウェブリーホースベリーの場合は、片手で銃を保持しつつも片手を使って、フレーム全体を後退させなければならなかった。また、デコッキング方法も、同様に両手で慎重に行わなければならないと。 手順が難しかった。ウェブリー・フォースベリーは、第一次世界大戦中の1915年から1918年の間に生産が中止された。総生産数は約4750兆とされるが、そのほとんどが在庫となり、発売から38年後の1939年頃まで、ウェブリー社のカタログに掲載されていた。本銃は、オートマチック拳銃が、 実用的なものとして普及するに従い捨てられて、しまったが、原用品として発売されていた際には売れ残って、しまったにもかかわらず、その得意な機構と生産量の少なさから後に、重機コレクターに珍重され、非常に高価なコレクターアイテムとして知られるようになった。ウェブリーフォースベリーは、反動利用式のオートマチックリボルバーである。構造上、重心およびシリンダー部。 閉鎖機構及びハンマー部、そしてトリガー、リコイルスプリング、グリップ、安全装置を格納するフレーム部の三箇所に分けられる。シリンダーの開放から廃差や装填までのプロセスは他の現代的なウェブリーリボルバーと同様である。アッパーレシーバー側面のレバーを押し込むと重心及びシリンダー部が開放されて前方に倒れ、同時にシリンダーからの灰、 鞘が行われる。装填後、再びシリンダーおよび重心部を起こすことで固定される。この状態で重心およびシリンダー部を後ろに引くことで、コッキングが行われ、内部のスプリングが射撃可能な位置に移る。手動コッキング、または反動により重心およびシリンダー部が交代するとき、フレームに取り付けられた回転レバーがハンマーを起こすと、ともに、 シリンダー側面に掘られたジグザグの溝にフレームの突起が噛み合い、シリンダーを回転させる。ウェブリーフォースベリーはフルコック、すなわち射撃可能な状態で傾向することを想定した拳銃である。そのため、グリップの左側面には安全装置が設けられている。安全装置はレバーが水平なら解除されており、押し下げられていればシアート、 ハンマーが切断され射撃不可能である。このレバーはコッキングされた状態でのみ操作できる。初期モデルではシリンダーの溝は深さが不均一でフレーム側の突起もバネ式の複雑なものだった。これはシリンダーの逆回転を防止するための設計だったが後に過剰に複雑な構造として廃止された。以後のモデルでは溝の角度を調整することで逆回転を防止し、 溝の深さは均一となり、突起も固定式となった。その後、シリンダー固定用のラッチもハンマー側から重心側へと移された。ウェブリー・フォスベリーの最終モデルは1914年に発表された。このモデルは短いシリンダーを備え、トリガースプリング及びリコイルレバーが強化されていた。アニメーション、ありがとうございます。